柔軟、発声、すべて完了した。体調も万全すぎるほど万全。そして右よし、左よし、正面よし、12000%天馬司、いざフェニックスステージに出陣だ。そろ耳栓買おっかな。今日はいつも以上に盛り上がっているね。当然だ。何せ今日はフェニックスステージとの合同公演、その顔合わせの日なのだからな。せっかく成長の機会を与えてもらったのだ。必ずやこの公演糧とさせてもらうぞ。しかしまさかこのような機会をもらえるとはな。ワンダーステージとフェニックスステージで合同公演を。どうして急に。この前フェニックスステージで30周年記念公演を打つことが決まってな。そこにお前たちにも加わってもらえば、さらに話題性が高くなると踏んだわけだ。あのナイトショーや宣伝公演もあって、うちの代表的なショーユニットだと認識されているからな。なるほど。俺たちの力で公演をより盛り上げようということだな。しかし30周年記念公演とは、フェニックスステージは随分歴史があるんですね。ああ、フェニックスステージはここができてからしばらく後、ちょうど俺が生まれた頃に作られたからな。へえ、そんなに長いんだ。この合同公演の話はお前たちにとっても悪い話じゃないと思うぞ。フェニックスステージは他のテーマパークやショーステージからも一目置かれる実力派の舞台だからな。やりがいは保証する。きっと役者として学ぶことが大いにあるはずだ。これはもしかすると、だから宣伝公演という形でなくても構わない。この先も何か様々な舞台に立つ機会を設けてもらうことはできないだろうか。あの時他の舞台に立ちたいという相談をしに行ったからなのか。確かにフェニックスステージのキャストたちは全員レベルが高い。うん、ナイトショーを作る時もすごく助けられたよね。他のキャストの指導までしてくれたし。それから清流院くんがいるのはとても大きいだろうね。実際演技やパフォーマンスに関してなら、清流院くんはフェニックスワンダーランド随一と言っていいだろう。以前アークランドから声をかけられたこともあるし、あの玄武朝日とも知り合いでよく演技の話をしているようだしな。何？桜子ちゃん、朝日さんともお友達なの？ああ、子供の頃に共演をしたことがあるらしくてな。それで知り合いになったらしい。いい役者同士は惹かれ合うということなのか。もちろん優秀なのは清流院君だけではない。フェニックスステージは歴史がある分、さまざまな練習用ノウハウが蓄積されていて、キャストも皆勉強熱心だ。彼らと共に公演をすればきっといい刺激になるだろう。確かにそうだな。フェニックスステージの役者の演技は清流院を筆頭に洗練されている。無駄がなく安定した演技というのだろうか。ああいった演技ができるようになれば、俺もまたさらに成長できるやもしれん。ならばこの話受けない手はない。ネム、ネネ、ルイ、俺はこの話を皆まで言う必要はないよ。うん、
私もやってみたいって思う。お前たち。というわけで返事はイエスだ。ワンダーランズショータイムはフェニックスステージの30周年記念公演に参加させてもらうぞ。そうか。ではフェニックスステージにもそう伝えておこう。あっちにとっても大事な公演だからな。足引っ張るんじゃねえぞ。当然だ。出るからには必ずや素晴らしいものにしてみせる。頼もしいな。それじゃあよろしく頼む。それからそのありがとうございます。役者として成長するためにもっと外部と交流していきたいと思っていたが、宣伝公演が終了した今、フェニックスワンダーランドのキャストとしてやれることはワークショップへの参加がせいぜいだとも思っていた。まさかこんな提案をしてもらえるとは。圭介さんたちには感謝してもしきれん。トルペを演じた時や朝日さんたちとやった時のように、さらに成長するため挑戦していこうではないか。ついに今日から合同練習か。もう少ししたらあいつらも来るだろうな。今回は協力をしてくれてありがとう、セリュイン君。お礼は必要ありません。私は私たちの公演を最高のものにするために彼らにも参加してもらった方がいいと判断したまでです。もしお二人のお願いだったとしても、推薦されたのが見込みのない人たちでしたら断っていましたし。まったく相変わらずだなお前は。市場がないとは言いません。彼らは私の愛するフェニックスワンダーランドを全力で守ってくれました。だから私も彼らに協力をしたいと思っています。お二人と同じように。そうか。そう、すみません、そろそろ失礼してもいいでしょうか。ああ、30周年記念公演をぜひいいものにしてくれ。もちろんです。この青龍院桜子、必ずや最高のステージを届けてみせますわ。本当に彼女は頼もしいな。あの若さでもうフェニックスステージの看板を張れる上に、俺たちが何考えてるのかも大体察してるみたいだからな。ああ。ひとまず記念公演に参加してもらうことで時間を稼ぐことはできた。しかしいつまでもというわけにはいかない。翔介、今夜時間はあるか。ああ、時間はねえが、作る。あいつらにはうちのためにも長くいてもらいたいし、これからのことを考えてやりたいしな。そうだな。よし、それでは全員準備はいいか。うん、みんなで一緒に頼もうだね。いやいやいや、やらないから。それ道場破りしか言わないから。しかし日常生活で言う機会もないし、やってみてもいいかもね。正気、
せめて初日くらいは礼儀正しく。それでは行くぞ、せーの。よくここまでやってきたわね。あ、このむやみやたらとよく通る高笑いは、そう、この私、フェニックスステージのスターにして歌姫、青龍院桜子よ。出たな、青龍院桜子。ちょっと、その敵が登場したような反応は何よ。せっかくこの私が直々に出迎えてあげたんだから、もっと喜びなさい。そういえば、あっちもこんな感じだったっけ。と、お遊びはここまでにして、フェニックスステージへようこそ、ワンダーランズショータイムの皆さん、歓迎するわ。また一緒に素晴らしいショーを作りましょう。ああ、よろしく頼む。いるわね、知ってるでしょうけど改めて紹介するわ。今回の30周年記念公演を一緒に盛り上げてくれるワンダーランズショータイムの皆さんよ。この度も一緒に公演できることとても嬉しく思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしいショーにできるよう全力を尽くします。よろしくお願いします。さあ、挨拶はそこまで。今から公演の概要と配役についての発表よ。急に空気が変わったね。一転して緊張感が出てきた。一応伝えておくわ、ワンダーランズショータイムの皆さん。うちは、あなたたちが思っている以上に厳しいわよ。全力でついてくることね。ああ、望むところだ。ハッピーフェニックスだと？ハッピーフェニックス…なんだかうちにぴったりの名前のお話だね。だね。それに、結構有名なショーなんだよ。そうなの？ああ、アメリカで生まれたミュージカルでね。主人公は、とある深い森に住む不老不死のフェニックス。ある日彼女のもとへ少年がやってくる。少年はとある魔女に呪われた母のため、呪いを解く力を持つフェニックスの心臓を求めてやってきたという。しかしフェニックスは心臓を奪われてしまっては二度と蘇ることはできない。もちろん少年の要求を拒否する。そうしてフェニックスと少年の追いかけっこが始まり、話は動き出すんだ。へえ、すっごく面白そうなお話だね。ねえ、つくさくん。あれ？つくさくん、なんだかすっごくびっくりしてる？主役は青龍院か。
フェニックスは実力を求められる難しい役だ。確かな実力を持つ彼女にふさわしいだろうね。本来ならフェニックスの次には準主役の少年リオのキャストが発表されるはずじゃないか。並ぶ本作のコメディーリリーフだな。この作品に携わるからにはしっかり役を全うせねば。最後に、すみません、少年リオの役だけ発表されていないようなのですが。オーディション?少年リオ、あの役をオーディションで決めるだと?これはまたとないチャンスだ。はい、天間司、僭越ながらオーディション参加を希望します。そう来なくてはね。話なのにすぐ立候補しちゃうなんて、つかさらしいな。そうだね。しかし少年リオの役は複雑な心情表現が必要な役だし、きっとつかさくんにとっていい勉強になるんじゃないかな。頑張ってね、つかさくん。私応援してるよ。ああ、ハッピーフェニックスの少年リオ役。まさか、あの人と同じ役をやるチャンスがやってくるとはな。というわけで、少年リオ役のオーディションを受けることとなったわけだ。つかさくんがオーディションに、すごい、かっこいいね。フェニックスステージの人たちと競い合いとなると大変だろうけど、頑張ってね、つかさくん。ああ、必ずや役を勝ち取ってみせるぞ。しかし、まさかあの役をやるチャンスがやってくるとはな。なんだ?つかさくん、このお芝居やるって聞いてからいつもよりすっごく張り切ってるみたいだけど、どうしたの?確かに、好きな作品だったとか?ああ、そういえばお前たちには話していなかったな。このハッピーフェニックスは小学生の頃に見ていてな。そして俺の憧れのスターがこのリオ役で出演していたのだ。
司くんが小学生の頃に日本でハッピーフェニックスのリオ役をやっていた俳優。そして司くんの演技の癖などから考えると、君の憧れのスターは天海誠一じゃないかい？確かにそうだが、よく今の情報だけで分かったな。こういった知識には自信があってね。天海誠一、そうだったんだ。ねねちゃんも知ってるってことな。その人、有名な人なの？有名なだけじゃなくて、本当にすごい人なんだよ。日本人でブロードウェイの主演をやったことがある人ってほんのちょっとしかいないんだけど、そのうちの一人なんだ。演技はもちろん、ダンスも歌も本当にすごくて、世界中でいろんな賞をもらってるんだよね。最近は演出とか脚本もやってるんだけど、そっちもすごくってさ。へー、すっごい人なんだね。ああ、彼はスターの名を冠するにふさわしい男なのだ。天海さんの演じる役は全て生き生きとしていて、本当にそこに存在しているかのようでな、思わず目で追ってしまうのだ。まるで人が自然と輝く星を見上げてしまうようにな。なるほど。司くんがいつも以上に燃えているのは、フェニックスステージという大舞台で憧れの人と同じ役をやめるかもしれないからなんだね。ああ、今回の30周年記念公演に参加させてもらえるというだけでありがたかったが、その演目がハッピーフェニックスと聞いて、まるで何かに導かれているように感じたんだ。俺は必ずこの役を掴み取ってみせる。しかもだ、さらに偶然なことに。まだなんかある？そうだ、なんとこの度東京センチュリーホールにて天海さん主演の公演が行われるのだ。スターさんのショーが見れるの？そうなんだ。最近あんまり舞台に立ってなかったし、私も見てみたいな。ははそう言うだろうと思ってな。実は先行チケットを取っていたのだ。みんなにもぜひ見てもらいたかったからな。ちゃんと4人分確保してあるぞ。本当？僕たちの分まで用意してくれていたなんてね。それはありがたいな。あ、でももうすぐオーディションだよね。そのショーと被っちゃったりしてないかな？もしかして公演の日付忘れてたわけ？まさかそんな、公演日とオーディションが偶然にも重なっていることなどを。なあ！フラグ回収早。本当にその日と重なってしまっているのかい？厳密にはオーディションの前日なのだが、オーディションを受けるからには時間をギリギリまで使いたいからな。これはお前たちだけで行ってきてくれ。こうなるとちょっとスピンね。俺の目指すスターの姿をお前たちが目に焼き付けてくれればそれでいい。よし、それでは報告も済んだことだ。俺は一足先に家に帰るぞ。へえ、何回っちゃうの？まあ、明日からの稽古に向けてみっちり役作りをしておきたいからな。それではさらばだ。わあ、ブルーンって言っちゃった。つかさくん、すっごくやる気満々。
オーディション合格できるといいな。そうだね。よし、台本に書かれていることは全てメモできたぞ。本当は天海さんが演じていた時の映像があれば参考にできたんだが、今や入手困難だしな。仕方がない。まずは台本から読み取れるところを整理していこう。名前はリオ、年齢は8歳、赤毛でそばかすができやすい。運動はあまり得意ではないため学校でからかわれることが多い。リオの母親は北の森の魔女のお気に入りのほうきを誤って掃除に使ってしまったせいで眠り続ける呪いをかけられてしまう。父親のいないリオは母親を助けるためにたった一人虫取り網を手に呪いを解く力を持つフェニックスの心臓を取りに行く。何度読んでもなかなか見上げたやつだ。家族のために一人フェニックスを捕まえに行くのだからな。さて次は、司くんは理屈で役を演じることは少々苦手だけれど、一方で直感的に把握することには長けている。一度役との共通点さえ見つけてしまえば、それをきっかけにもっと役への想像力を膨らませることができると思うんだ。だから何か一つでもいいからこの役と似ているところを見つけてほしい。役と俺自身の似ている部分を見つけていくとしよう。トルペの時に掴んだあの感覚は必ず今回も役に立ってくれるはずだ。リオとの共通点、まずは幼くして家族に悲しいことがあったという点だろうな。昔は病気で苦しむ先に何かしてやれることはないかといつも考えていた。しかし現実、子供にできることは少なく、歯がゆかったな。この気持ちは序盤の母が呪われてどうすることもできないリオと重ねられそうだ。どうして僕は何もできないんだろう。大好きな母さんはもうずっと眠り続けることしかできないのに、僕はよし、この調子でみっちり役作りをしていくぞ。そしていつか、あの日見たスターのように。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。うん、一見昨日と同じ雰囲気に見えるけれど、稽古初日らしいピリリとした緊張感があるね。いい空気だ。はい。交代で参加。5人も希望者がいるとなると、実際に演じることができる時間は相当短いな。オーディション前からも演出家は役者を見ているはず。短時間の中で俺の演じるリオをしっかりと印象付けていかなければ。天馬さん、おなんだ。役のことも気がかりでしょうけど、最初は基礎練習からよ。うちのメニューは最初がストレッチ、その後が
ランニングと筋力トレーニングになるわ。チームワークを上げるためのグループゲームもあるけれど、今日のメインは体作りね。ああ、わかった。しかし、基礎練習ならば任せろ。体作りも発声も人一倍やっているからな。あなた、分かっていないわね。昨日言ったでしょ？うちは、あなたたちが思っている以上に厳しいわよって。何？それは一体どういう？10分？それくらいなら俺たちでも。それじゃあ、お先に失礼するわ。おい、待てちょうどいい感じに温まったね。うん、この程度のトレーニングなら余裕でこなせそうではあるが。10キロだと？基礎練習でか？え、ランニングっていうかマラソン？あら、これぐらいは軽く走ってもらわないとね。頭から2時間走り回るようなショーだってあるんだから。でも、あなたたちにはまだ難しいかしら。これぐらい、たやすいぞ。俺たちも日頃から体力作りは欠かしていないからな。そう来なくちゃね。ちなみに、走った後は筋力トレーニングが1時間、発声練習が1時間よ。筋トレが1時間？ええ。役者は体が資本だもの。ダンスにせよ、パントマイムにせよ、自分の体を思い通りに動かせなくちゃ話にならないわ。それは正しいけど。いつもはアップもトレーニングも合わせて2時間程度だからね。大変だろうけど、せっかくの機会だ。頑張ろう、ねね。おお。どうやらこれが最初の関門になりそうだね。さすがフェニックスステージの役者たちは、毎日この練習をしているだけあってペースが落ちんな。そして実際、舞台で高い集中力を持って演技し続けるためには体力が不可欠。今までも体力作りはしてきたが、これを機にもうワンランク成長してみせる。つかさくん、随分飛ばしているね。途中で失速しなければいいんだけれど。あれれ、ねねちゃんがいない？あ、ずっと後ろの方にいる。ねねちゃん、大丈夫？すみません。
すがフェニックスステージだね。役者もやる身としてそれなりに鍛えているつもりではあったけれど、追いつくだけで精一杯だ。だけどよし、次のセットに行くぞ。1、2、3。僕たちの座長が頑張っているなら頑張らなくてはね。膝が笑っているよ。午前中のトレーニングだけでもうクタクタだ。体力お化けの M すらだいぶ参っている。こんなトレーニングを毎日やっているとは。改めてフェニックスステージの役者たちはとんでもない連中だと分かったぞ。はい、行くぞお前たち。はい。これは50ページ。リオがフェニックスと少しずつ気持ちを通わせていくシーンからか。難しいシーンだが、大丈夫だ。セリフもしっかり覚えてきたし、どう演技するかも考えてある。きっと、いい演技ができるはずだ。雰囲気が違うような。あれはもう役を作っている状態だろうね。まだセリフも言っていないのにフェニックスの気高い雰囲気を感じるよ。おお、コンテストやナイトショーの時も素晴らしい演技をしていたが、今の青龍院はあの時とまるで違う。そうか、最初は歌唱力にばかり注目していたし、ナイトショーの時は青龍院自身が脇役としてこちらを立たせる演技をしていたから、セリフがない状態でここまでならば、この後の演技は一体どれほどの。この演目の始まり、フェニックスの登場シーンでは明るく陽気なナンバーとともにたくさんの鳥たちがフェニックスの噂話をする。絶世の美しさだ、お近づきになりたいという鳥もいれば、お高く止まっている、体は燃えていても心は氷のようという鳥もいる。そうしてフェニックスがどんな鳥なのか、観客の期待が最高潮に達した頃、まったく毎日毎日狂ったみたいにうるさい森ね。嘘、声まで普段と違う。でも作ってるって感じはしない。これって役を作り込んだことで発声の仕方そのものが普段とは変わっているようだね。美しい一方、人らしくない。歌うような語りはまるで。ゆっくり寝てもいられないなんて本当に最悪だわ。ああ、揺れる木々の枝葉も鬱陶しい。
手に見えなかった。枝葉を払う翼のような。私の目がおかしいの。絶対に人なのに。でも引っ越すわけにもいかない。だって普通の森は私が寄り道をしただけで燃えてしまうんだもの。魔法の力が充満するこの森でしか私は眠れない。これが最悪以外のなんだっていうの。フェニックスだ。フェニックスなど見たこともないというのに、そう思わされる動きか。セリフの合間に入る小さな動作が鳥を思い起こさせる。あら、あんなところに見慣れない生き物がいるわね。小さくて頼りなくて、なんて汚い。あれは人間ね。それも子供。本当に大嫌いだわ。あ、そうか。ここからはフェニックスとリオの掛け合いになるんだったな。一体どんな風に展開を。あれれ、この演技ではダメだ。せっかく青龍院くんが作り上げてくれた空気が無惨してしまったね。この役者の演技が下手というわけではない。むしろ平均よりずっと素晴らしい演技だ。しかし青龍院くんを相手にしてしまうと、相手役の演技がわざとらしいものに見えてしまう。おそらくこの役者は自分の持つ技術をどう使ってこの少年をどう演じるかを考えて演技プランを立てているけれど、青龍院くんはフェニックスを演じるために自分には何が必要かというアプローチをしている。そこが大きな差だろうね。ああ、リオ役が決まっていないわけだ。しかし今やれることは全力で挑むことのみ。俺の演じるリオで青龍院と渡り合ってみせる。司の担当はリオとフェニックスの対話シーン。それまで追いかけっこをしていた二人が少しずつ交流を始めていくシーンだけど。でもどうなの。どうって何がかしら。ずっと生きてるってことだよ。それって寂しくないの。家族も友達もみんな先にいなくなっちゃうんでしょ。別にどうとも思わないわ。そんなこともう慣れたもの。それってやっぱり寂しいんじゃ。ああ、もう口ばかり回るのね。無駄口叩く暇があるならちゃんと追いかけなさい。待ってよ。役作りのレベルが全然違う。もちろん司の演技だってすごくいい。気弱で優しい男の子って感じがよく出てる。でも「これは何？どうしてあの子と話すと私の心臓は握りしめられたように苦しくなるの？ただの人間。たった数十年であっけなく消えてしまう生き物なのに、どうして、どうして。
どうしてこんなの知らない。目が離せない。フェニックスから、清流院さんから、どうしても。私はできるの？いつかあんな演技を。ありがとうございました。まるで相手にならなかった。あいつのフェニックスの前で俺の演じるリオはまるで生きていなかった。ありがとうございました。じゃあ私も失礼するわ。また明日。待ってくれ。お、つかさくん。清流院。何かしら。この後は個人練習があるのだけど。多忙なところすまない。少しだけ話す時間をもらえないか。ふん、手短になさい。率直に聞く。一体どうやったらあんな演技ができるようになるんだ。またあなたはそう簡単に答えられないことを。どうしても知りたいんだ。頼む。お前の演じるフェニックスはまるで本当に存在しているようだった。お前を見ているだけで周囲の森や風の音まで聞こえてきたんだ。そして俺の憧れるスターもそういう演技をしていた。だから頼む。ヒントだけでもいい。この通りだ。いいわ、そこまで言うなら教えてあげる。本当か。ええ、とは言っても何か特別なことをしているわけじゃないわ。ただ私は役を完璧に構築しようとしているだけ。完璧に構築。例えば役作りの前に関連する本を読むようにしているわ。今回読んだ本はこれよ。これは幻想生物の生態。フェニックスがどういうものと考えられてきたのか、歴史的民族学的見地から書かれた本よ。それと鳥類の動きについての映像を見ながら、どういった動きをすれば鳥らしく見えるのか研究したわ。それからようやく心を考えていったの。不死の炎の中、何度でも蘇る孤高の生き物の気持ちよね。台本が配られてからまだ1日しか経っていないというのに、そこまでやっていたのか。目の前にいる人間を鳥だと、しかも存在しない不死鳥だと思わせるのは至難の業よ。そこに存在すると思ってもらうためには、限界まで理解して頭の中に明確なイメージを構築してから表現する必要があるの。だから本番まで本は最低50冊、映像も毎日見るわ。あとは鳥を飼ってる団員もいるから、家に行ってしばらく観察させてもらう約束をしたわね。実際にフェニックスを表現できるようになるまでできることは全てするわ。あの演技の裏にはそれほどの研鑽があったのか。差がついてしまうわけだ。ありがとう、清流院。
早速俺も実践してみようと思う。頭の中にリオを作り上げられるように。引いてた人間をすぐに真似する、その姿勢は買うわ。けれどテンマさん、あなたにこのやり方は合わないんじゃないかしら。何？これは私の直感だけれど、あなたは私と同じタイプには見えないから。タイプ？お、うん、役者にもいろんなタイプがいるからね。例えば役と自分を徐々に近づけていくタイプや、役を分析してから細かく真似していく理論的なタイプ、役を憑依させる天才型もいるけど、一旦それは置いておこうか。僕の見立てだと司くんは役者としては一番ポピュラーな、役と自分を徐々に近づけていくタイプなんだ。役と自分を感覚的に捉えていくタイプっていうと分かりやすいかな。理屈で考えてもらおうとすると混乱することが多かったしね。そうだ、あの時ルイが言っていた話を聞いた限り、おそらく青龍院は役を分析していく理論的なタイプだ。そして俺はナイトショーでマイルスをやったあなたは、役を分析して演じているようには見えなかったわ。だからもっとあなたに適している方法があるはずよ。あなた普段役作りはどうやっているの？俺はピアノ弾きのトルペという作品をやってから、役と自分を重ね合わせることを意識するようになった。なるほどね。天馬さんは自分と役の心情をリンクさせることで自分の中に役を作り出すタイプのようね。なら、あの子から教えてもらったやり方が向いてそうね。あの子？私の知り合いに天馬さんと同じようなタイプの子がいるの。その子は本当にいろいろな方法で役と自分の身長をリンクさせていっていたわ。役の置かれた環境に自分も行ってみたり、役と同じ行動をとってみたりね。役の置かれた環境、それならば俺も少しやったことがある。貧しい靴磨きの心情に近づくために大通りの道端に座ってみた。じゃあ大体の方向性は理解できそうね。ただその子なら本物になるまでやるわ。本物？ええ、つまり靴磨きで食べていけるようになるまでやるの。もちろん全ての役がただ徹底的に真似をすればいいというわけではないわ。役の心情に近づくために自分に何が必要かを考え努力をしていけば役の存在感が出るはずよ。ああ、確かにそうだな。よく理解できる。しかし時間はあと1週間もない。やれるのだろうか？オーディションの日までどう過ごすかはあなた次第よ。ただ天馬さん、あなた自分を未来のスターだと豪語しているのよね。ならこのステージのスターぐらいなってみせなさい。わっ、ああ必ずやお前を追い抜いてこの公演を最高のものにしてみせる。その息よ。それじゃ楽しみにしてるわ。やってみせると豪語したが、実際期間はあまりに短い。果たして俺は本当にあと一週間足らずで青龍院と渡り合えるほどの演技を。司くん！
急に走って行ってどうしたわけ？お前たち。すまない、実は今青龍院に役の作り方を教えてもらっていてな。え、そんな大事そうなこと教えてくれたの？ああ、正確には青龍院のやり方ではなく知り合いのやり方のようだが、その方法で役を作りきるには時間が足りないのではないかと思っていてな。できることあるかな？時間が足りないかもしれないけど、みんなで手伝ったらなんとかできるかもしれないし。 M、 正直今の青龍院くんと並び立てるようになるのはかなり難しいと思う。だけどそれでもやりたいと思っているんだろ？ああ、司はすごいの。あんなすごい演技見せられてそれでも食らいつこうとしてる。私はできないって思っちゃったのに。私も手伝う。勉強しなきゃ。司や青龍院さんの演技を見て勉強してもっと上手くなるんだ。お前たち、ありがとう。感謝する。それでは、頼む。商用鳥型ロボット改良版、改めフェニックスロボ、お披露目の時間だ。空飛ぶロボと追いかけっこするって、司本当にこれが練習になるって思ってるわけ？司くんが青龍院くんからもらったアドバイスから考えたと言っていたけれど、有効な練習方法だと思うよ。リオは話の中ではずっとフェニックスを追いかけているからな。限界まで追いかけてみることによって見えてくるものがあるのではないかと思ったのだ。なるほどね。じゃあ行くよ。スイッチオン。よし、動き出したな。捕まえるぞ。こいつはかなり不規則な動きをするな。あらあら、私を捕まえると息巻いていたのに。そんなものなの？な、これは私が吹き込んだの。リオはフェニックスに挑発されながらも追いかけていくだろ。これならより臨場感が出せると思ったんだ。確かにな。気遣い感謝する。甘いわね。ほらほら、私はこっちよ。捕まえてごらんなさい。リオは8歳の少年だ。運動神経は良くなく、獲物はお気に入りの虫取り網一本。空飛び燃え盛るフェニックスを捕まえることは到底不可能に思える。だが母の、家族の命がこの一瞬にかかっているのだ。待て、絶対に捕まえてやる。問題ない。リオだって何回も転んでいるのだからな。それに大事にはならないよう受け身も取っている。
時間がないのはわかるけど、あんまり無茶しないでよね。はい、絆創膏。おお、助かる。だが、まだリオをつかめた気はしないな。もしかすると、厳密にリンクしていないからかもしれない。ここは森ではないし、気温や湿度も違う。だが、それを似せることは難しい。練習もあるから、森に行く時間もない。ならば、リオは、三日三晩、水しか飲まずに過ごしていたな。ならば俺も、同じことをしようと思う。え？本気？でも、毎日稽古もあるし、鶏役の練習もあるのに、水だけで過ごすなんて、できるの？それくらいしなければ、リオをつかむことはできない。司君の覚悟は買うよ。君がスターになるための努力を邪魔するつもりはない。ただ、僕が無理だと判断した場合、止めさせてもらうよ。ああ、助かる。体を壊したら、ショーにも影響してしまうからな。だが、それまでは、限界までやってみせる。くそ、万全な状態ならば、走り切れるというのに。M、何も食べていないせいか少しフラフラしてな。だがおかげで少し分かってきた。食べずに動き回ることがどれほど辛いのか。その上、全く見知らぬ土地だ。そうだ、ならば前に漂着した無人島をイメージするのも。つかさか、今度こそ捕まえたと思ったのに、どうして届かないんだ。なんで僕は何もできないんだ。いや違うな、ここは落ち込む感情だけではない。前より上手くなってるけど。やはりまだ思ったようには言っていないようだね。まだダメだ。それなりのものにはなっている。だが、俺のリオはまだ生きていない。なぜだ。まだ理解することができていないのか。なんとかしたいが時間がない。このままでは。いや、そんなことを考えてる暇があるならば、行動を起こさなければ。諦めるな、天松さ。お前は、やれる男だ。どうして届かないんだ。なんで僕は、何もできないんだ。君は何がしたいの？必死に追いかける僕をからかってるの？違うわ。私はこれでもあなたのそのしつこさを少し、ほんの少しだけ尊敬しているのよ。それほど苦しい思いをしても母親を救いたいと思っているのでしょう。そうだよ。だ
から僕はお前の心臓を持っていかないといけないんだ。ダメだ、青龍院と並ぶとどうしてもわざとらしい演技に見えてしまう。いや、それよりも嘘でしょ。フェニックスの完成度がますます上がってる。これは恐ろしいね。はい。ええ、どうぞ。他の役者たちも青龍院君に引っ張られて、それぞれ個性が出せるようになってきている。今のところ誰が突出しているというわけではないけれど、このままだと司君は青龍院君と渡り合うどころか、少年役をつかみ取ることすら難しいかもしれない。どのリオも魅力的だ。フェニックスを捕まえられない焦燥感も、けなげさも、よく表現されている。どうする?あと二日、どうすれば、俺は。司君。いっそ。オーディションに勝ち残るために他の希望者を研究してみるか。少しでも彼らを上回るような演技ができれば役をもらえる。そしてリオの役さえ勝ち取れば、稽古の中で役を磨く機会がもっと生まれるかもしれない。ならばまずはオーディションを突破することを考えた方が。いや、いや、ダメだ。そんな小手先の演技で役を勝ち取ったとしても意味がない。俺が目指すスターは。できることは全部やった。役の背景を考え、どんな心情になるのか、どんな動作になるのか、何回も試した。しかしそれでも届かない。青龍院どころか他の役者にも。一体どれほど果てしないんだろうか。ワンダーステージでのショーを、宣伝公演、朝日さんたちとの合同公演に、ワークショップ、どのステージも手応えがあった。一歩一歩成長していけているという実感があった。だからこそ今回の公演でも大きく成長できるだろうし、これから先も成長していけると思っていた。だが俺ぐらいの実力の役者はそこら中にいる。そしてその上には朝日さんや青龍院のような抜きんでた力を持つ役者たちがいる。そしてきっとあの人は、その先、頂点、遥か見えないほどの場所にいる。俺は一体どうすればあの場所にたどり着けるんだ。いや、ダメだ。手を伸ばすことをやめたら届かん。掴み取ることもできん。進み続けろ、天馬司。こんな時間に電話。
誰だ？あ、こんな時間に一体どうしたんだ？全員揃って。ごめんね、司くん。今しかないって思ったの。うん。オーディションまであと少ししかないけど。ここまで来たんだ。最後の最後まで一緒に考えないかい？リオを完全に司くんのものにする方法を。お前たち、そうだ、俺は一人で考え込んでしまったが、舞台は一人で作るものじゃない。こいつらがいてくれたから俺はここまで高い場所まで飛ぶことができた。今の俺では届く可能性は限りなく低い。だが信じて支えてくれる仲間を前に立ち止まるわけにはいかない。未来のスターを志す者として。ああ、助かる。オーディションの日までよろしく頼む。な、タイミングが悪すぎるぞ。食べてなきゃそうなるでしょ。明日は栄養とって万全の状態で練習しよう。私、おっきなおにぎり持ってくるね。ありがとう、フェニックス。君のことは絶対に忘れない。さようなら。また必ず行くよ。君の住むあの森に。以上だ。俺は今の自分の演技はまだどこか上っ面で完全にリオの感情を表現できていない。そう思っている。だが理由がわからない。そこでぜひ忌憚のない意見を聞かせてほしい。よろしく頼む。さらに深い役作りをしているよ。そうね、何か欠けてるっていう感じがしないものね。ただこれは役者に限らずだけど、全てのことはある程度熟達すると成長が横ばいになる。その中でさらに自身の限界という天井を超える人はなかなかいない。だから僕も同意見だよ。せめてもう少し時間があれば
解決策を考えられると思うんだけど。しかし、みんなで知恵を出し合えば何かヒントが見つかるかもしれない。うん、いっぱい考えてみよう。ちょっとしたことでも役に立つかもしれないもんね。お前たち、そうだ、たとえ1ミリでもいい、少しでも伸びる可能性があれば俺は。状況ってこのお芝居に似てるわね。ん？それはどのあたりかな。ほら、最後の山場にあるじゃない。どう頑張ってもフェニックスが捕まらなくて八方塞がりになっちゃうところ。あの時の少年と今の司くんがちょっと似てるなって思ったのよ。あの時の少年と俺が。届かないんだ。なんで僕は何もできないんだ。あの場面のリオの状況と今の俺の状況は似ている。手に入れたいものがあるというのに力が足りないせいで掴むことができない。今心の底から感じている無力さをあの時のリオの感情と結びつけることができれば、あるいは、そうか！どうしたの、司くん？俺は、俺のフェニックスを見ればいいのか？ん？司のフェニックス？もしかして司くん、何か思いついたの？ああ、可能性はわずかだが、役をつかむヒントになるかもしれん。もしかして私、お手柄？どうやら、そうみたいだね。頑張れ、司くん。君ならきっと、道を切り開けるはずだよ。ジーレスの15番から18番だから、あったよ、この席。しかし、まさかこのチケットが役立つとはね。もともと司くんは来ない予定だったのに。うん、本当によかったね、司くん。あ、すっごく集中してる。さーっとしておいてあげなくっちゃ。天海さんの舞台を見るのは本当に久しぶりだな。あの時のことは未だに忘れられない。あれから天海さんは海外で活動を始めて、演出や脚本も手掛けるようになって、舞台に立つ姿を見る機会はなかったが、やっとまた見ることができるのだな。だが今日は楽しみという気持ちだけで見るわけにはいかない。今日ここでリオの感情に近づくことができなければもう道はない。集中しろ。今の声、俺に？いや、そんなわけはない。だが、そういう風に思わされた。これは、一人に語りかけているように話しているのか、自然にやってみせているけれど、
2000人規模のホールだ。簡単にできることじゃない。何の大道具もないステージに、たった一人で、しかも、ただ一言喋っただけなのに、なんて存在感。はぁ、すごい。あの人、立ってるだけなのに、キラキラしてる。ああ、なんという輝きだ。そこにいるだけで目が追ってしまう。一言発するだけで次は何を喋るのかと期待してしまう。笑い方、視線の向け方、小さな小さな動きの一つ一つが当たり前のようにそこにあって、自然に、どこまでも自然に生きている。役が役ではなく実在している。これがスター、天海誠一。俺が憧れた本物の、本物の。子供の頃は演技というものを学ぶまではただ憧れの目で見ていた。いや、演技を学んでからもかもしれない。俺はつい最近までこの人に近づけると思っていた。だが今はたくさんのものを学んで、吸収して、自分の身の程を知った今は、わかる。十歩も歩けば、手が届きそうな舞台だというのに、あまりに、遠い。いや、いや、目を背けるな。この感情をもっと感じろ。何より欲しいものを手に入れることができない。自分の非力さを感じろ。どれだけ練習しても、全力を振り絞っても、俺は周りの人間に劣る。走っても走っても、どれだけ手を伸ばしても追いつくことができない。あの遥か高い空を駆ける火の鳥に。ああ、やっぱり君は行こうとしているんだね。遥か高く、空の先まで。大丈夫。 M 君、これが司くんにとって必要なことなんだ。はい、これハンカチ使って。すまん、助かる。
司くん。君のフェニックスは、見られたかい？ああ。確かに見た。俺が憧れ、求め、追いかけ続けている、フェニックスをな。そして、すまん。本当に手を煩わせてばかりだが、この感覚を忘れないうちに、もう一度練習をしたい。一緒にやってはくれんか。ここまで来て嫌だなんて言うと思うのかい？乗りかかったっていうか、もう出航しちゃってるしね、この船。よーし、今からみんなでいっぱい練習しよう。ああ、最高の演技にしてみせるぞ。それじゃあ、ごきげんよう、不器用なハンターさん。今回のオーディションは、希望者がやりたいシーンを3分程度やるというスタイルだ。どのシーンを選ぶかが一番重要になってくるけれど、やっぱりもう決まっているようだね。うーん、Mやっぱりちょっと横になった方がいいんじゃない？どうしたんだい、Mくん。体調でも？すぐ司くんの番だって思ったら、なんだかお腹がキューってしてきちゃって。大きなステージの本番前でも緊張しない M くんが珍しいね。でもわかるな、その気持ち。司はあんなにボロボロになるまで頑張ってたから。だから頑張れ、司。ああ、そうだね。僕たちの座長を信じよう。はい、天馬司です。よろしくお願いします。はい、台本78ページから。リオがフェニックスを捕まえようとするも、最後のチャンスも失い、悲嘆に暮れるシーンです。確かに、あのシーンはクライマックス前のリオの見せ場。けれど同時に、最も演技力が問われるシーンでもあるわ。どう演じるつもりかしら。いつでも問題ありません。よろしく頼む、清流院。ええ、全力で来なさい。これは、昨日までの天馬さんとは全然違う。それに一瞬でこの緊張感に持っていくなんて。そこを動くな。動かないでくれ。母さんは今日の日没に死ぬ。あの魔女がそう言っていたんだ。君の心臓を取ってこない限り
絶対に死んでしまうって。そう。相当努力したのね。なら、捕まえてみなさい。私はここよ。あなたの目と鼻の先。あなたと追いかけっこをした日々は楽しかったわ。本当に、久しぶりに楽しかったの。でもそれも、今日で終わり。さあ、来なさい。私の心臓を奪ってみせなさい。なんで、なんで、足が。足に疲労が溜まって当然だわ。何日もこの森を走り回っていたのよ。その足じゃ、私にはもう追いつけないわね。さよなら、リオ。これで永遠に、お別れよ。背中が、遠ざかる。森の空高く、羽ばたいて去っていく。どうしてもどうしても欲しい心臓が、手を伸ばさなくては、そう、思うのに、僕に、力が足りないせいで、届かない！僕はどうして、僕は、僕は、僕はどうして、僕はこんななんだよ。どうして本当にバカね、あの子。うん、シーンはもう終わりのはずなのに、続けるの？これでようやく静かな暮らしに戻れそうだわ。虫取り網を持ってフェニックスを追いかけるような子供、そうは現れないでしょうし。変な話ね。さっきまでは心臓をあげるつもりだったの。だって私はもう生き続けることに飽き飽きしていたから。だけどあなたのせいで、もう少し、生きたくなってしまったのね。そうか。ちゃんと、司くんのリオに、応えてあげたいと思ったんだね。君のフェニックスは、とても、優しいから。何か降って、これがフェニックスの羽。確か傷が治ったり疲れが取れるって言ってたやつだ。もしかして僕のために落として。そうだよ、君はいつも意地悪だけど優しくて、
初めて僕の友達になってくれたのに。ごめんよ、フェニックス。本当に。ごめん。終わったのか。お疲れ様、天馬さん。清流院、素晴らしいリオだったわ。思わず答えたくなってしまうくらいね。そうか、正直リオをやりきることに必死で、出来がどうだったのかわからないが、フェニックスであるお前にそう言ってもらえるなら、これ以上嬉しいことはない。ああ、私だけじゃないのよ。客席を見てごらんなさい。何？すっごく、すっごくよかったよ。お、なら、決まったわね。少年リオ役は、ワンダーランズショータイムの天馬司に決定よ。やったー。今日から改めてよろしくね、天馬さん。準主役になったからには、今以上のハードな稽古をやってもらうことになるわよ。ああ、望むところだ。この天馬司、どんな試練であろうとも乗り越えてみせる。そうこなくちゃ。本当に良かった。私も進みたい。あんな風に自分を超えてみたい。僕たちのスターは眩しくて、本当に涙が出そうなほどだね。この星がもっと高い空で輝くために、そして僕たちが共に輝き続けるために、僕も動き出すとしようか。あいつらが笑っている。本当に感謝してもしきれんな。今回はあいつらの助けがなければ乗り越えられなかった。俺を支えて信じて付き合ってくれたから、ここまで成長することができた。俺の頭上には数千、数万の優れた役者がいる。そして俺の目指す場所は、いつたどり着くかもわからない果てしない場所だろう。それが何だという。いつたどり着くかわからなくとも、俺の進むべき道は変わらん。俺は必ずスターになる。まさかこの短期間でここまで成長するなんてね。30周年記念公演、最高の舞台になりそうだわ。